I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. 毎週火曜日のこの時間は神戸カルビミのキャッチアップです、はい継続取材している SOS 子どもの村福岡についてお伝えします、福岡市西区今津にある子どもの村は、寄付をもとに住宅5棟を2010年に建設して改装されましたけれども、このうちの3棟で、それぞれ育親さん、里親さんのことを育親さんと呼んでいますけれども、一人が住み込んで 3,4 人の子どもたちと共同で暮らしています、残る2棟では虐待防止のための短期間子どもを預かるショートステイの授業を行っています、で、子どもの村では3人の育親さんがいらっしゃって、女性が松島智子さんと真鍋香織さんの2人だ、もう一人が男性の田原正則さんです。今日は松島智子さん36歳、小学校低学年以下の子ども4人と暮らしていらっしゃるのでお話を伺ってきました。親御さんの代わりとして子どもに接してるんですか、一緒に暮らしてる別の大人としていく、意識としては別の大人の方が強いと思います、私はお母さんとかママとかっていうのは呼ばせてないんですよね、もう最初から出会いの頃からマッツって呼んでねって言ってます。あの子たちにはお母さんがいるので、そこはちょっと私は線を引いてる部分はありますね。もちろん母親代わりのっていうこと、基本的にはそういうことなんでしょうけど、やっぱ別の大人として、っていう気持ちが強いかもしれないです。あとみんないろんな里親がいますね。考え方はもう最初からお母さんって呼んでねって言ってる里親さんも、村以外でもいますし、人それぞれ、子供たちにとってはどういう存在なんですか、マッツは。そうですね、お母さんのような時もあり、お兄さんのような時もあり、遊び相手でもあり、恐ろしい鬼ババの時もありっていう、いろんなそれぞれの局面によって違うかなと思うんですけど、ちゃんと怒るタイプですか。厳しいと思います。多分3人の中で一番厳しいです、子供たちが、うちすごい厳しいんだよとかって愚痴を言ったりしませんか。松は意地悪やけんとか、いいな田原さんとこはとかって言います。もういっぱいそういうのは言いますけど、お互い様ですかね。いいな松のとこはとかって言う時もあるし、それぞれの家の文化が違うからですね。それが面白いところだと思います。施設ではそうはいかないですね。そうですね、そういうところで自分の家なんだっていう気持ちもやっぱ育っていく、違いを認めていくみたいなところがですね、嫌なところもあるけども、やっぱり特別自分たちがいいところもあるって、結論そういうところになってくれたらいいかなと願ってますけど、里親さんのようなことを社会的擁護っていう言い方をしますけども、保護者のない児童、それから保護者が育てることが適当でない児童を公的責任で社会的に養育して保護していくことなんですね。普通の里親さんは自宅に引き取ってということが多いんですが、ここは、住み込みなんですよね、建てられた建物があって、で、松島さんは大学卒業後に、京都にある社会的養護施設で9年働いています。ここも住み込みだったんですけども、大きな施設でした。で、退職して福岡市に戻ってきた後、 SOS 子どもの村で育親を募集しているのを知って応募したそうです。前の施設と比べてここで暮らしていることって何か違いはあるものですか。もう全然違うと思います。やっぱり施設はやっぱり集団生活になるし、多い時は60人いたので、施設の決まりごと、行事ごとなんかもたくさんありましたし、足並み揃えるのでちょっと苦しいなと思う時も、こっちの方がいいのになと思いながらみんなに合わせていくみたいなこともあったりしたので、ここは本当に生活なのでですね、やっぱり育親の判断に最終的には委ねられるっていうところが、やりやすくもあり責任の重さをかなり感じるっていうところですね。家族として暮らしていくわけですから、施設とは違いますね。そうですね、全く違うと思いますね。やっぱりその育親の判断が
ちょっとまずいんじゃないかなっていうような時は村長はじめスタッフが意見をしてくれるので、うん、やっぱりちょっとあでここでワンクッションあって考えることもできますし、うん、本当に環境としてはいいなとは思う一方で、うん、もちろんそういう助けがある支えがあるっていう良さもあり、まあ、どの方々も、まあ、みんなそうと思うけどこう生活を覗かれるというかプライベートであり公でありっていうようなところの難しさはとてもあると思います、うん、お休みは取れてるんですか？一応休養日という形で月に何回か、まあ、基本的には家で休めるタイプなので、うん、はい、子供ほったらかして本読んだりもするしまあ私が本読んでたら子供たちも本読んだりですね、うん、はい、まあ、生活を覗かれてるしまうというところはどうしてもある。みんなで、うん、あの村で子供を育てるっていう意識なので、うん、まあ、でも助けがあることは、まあ、非常にあの大きな特徴なんですね、うん、ただやっぱり実際にそこで暮らすというのはなかなか大変なようでした。一定のこう業務を委託されて、うん、個人事業主として契約をしたりとかいう形だと思うんですけど、はい、あのまあ、仕事の面と生活の面とが融合しているような感じも受けるんですが、あの子どもたちとの暮らしに関しては仕事という意識は全くないですが、やっぱりその法人の会議とか、ね、研修があったりとかするのでそこはどちらかというと、うん、仕事っぽくは感じてはいますね、うん、役割として。もちろん楽しいことばかりじゃないですよね。いや全然楽しいことばかりじゃないです、うん、昨日はちょっと悩んでる一般の里親さんのとこにちょっとお悩み相談に行ってきて、うん、里親って9割苦しい1割楽しいって思ってますって言ったばっかりなんですけど、昨日9割はもうしんどいことばっかり思い通りにならないし、もう言うこと聞かんしわーってなるし、でもたった1割の楽しさとか喜びっていうものを知ってしまうとやめれないっていうのが私の考えです。まあ、あの一般のご家庭と一緒だなというふうに聞いても思ったんですが、まあ、それを選択して自分で、そして子どもたちと出会って生活を作っていくという、うん、まあ、仕事の面でもあるけれども、まあ、生活だという感じの暮らしなんですね。かなりあの特徴的な施設だなと私は思っています。でこの中にはあの小さな時に親元を離れた子もいるので、松島さんあの実家やお友達も一緒になって、子供を見守るようにしているそうです。私の両親も子供に今関わってくれてる、ここのスタッフも関わってくれてる、例えば私の友人家族も子供に関わってくれてるんですね、うん、だから思春期になった時とか、うん、何か私と子供の間でうまくいかない時に、うん、私も知っているその私をの周りにいる人たちのことをも子供たちが頼っていけるように、うん、いつか絶対来るので私とぶつかる時が、うちの姉夫婦とかとも子供たち関わってますし、お正月はもう毎年実家に帰ってお年玉もらってお年玉飲んでおせち料理食べてとかっていうこともしますし、お盆にはね、あの迎え日送り日を全然会ったこともない私の祖父母の、ね、仏壇にこうやって手合わせてとかってしますよ子供たち。まあ施設ではできないことですね、うん、みんなにやっぱり家族がいてその顔が見えないんですよね子供たちって、うん、本当にわからないですよ。自分にお父さんがいるって分かってないとか、うん、人がどうやって生まれるかとか、うん、本当に分かってないです。お母さん誰とか言うんですよ、私の姉に。先祖とかいう意味とか分からないと思います。だから、法事とかも連れていくし、うん、お盆のこととかっていうのも、いろいろ経験、体験させること、ものすごい大事だなと思います。それぞれの3人の育児さんはあのそれぞれ、自分たちなりに文化を作って、子供と接しているわけですね、はい、松島さんなかなかこう面白いと思いましたね、まあ、施設の体験もあるからこそそうでない面を生かせないかと考えて、どうしたら違う形ができるだろうと模索しているようにも思いました、うん、あの他の育児さんにもインタビューしているのであのまた紹介していこうと思っています。神戸カルビのキャッチアップでした。キコさんは科学、この他にも音楽プロデューサー松尾清さん、 RKB 報道局の神戸金文解説委員長、日経エネルギーネクスト編集長山根紗友紀さん、スポーツ文化評論家玉木正幸さん、元 RKB 解説委員長飯田和夫さん、クリエイティブプロデューサー三好剛平さんが
毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供しています。 Apple、Spotify、Amazon、Google の各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いします。またリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください。毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です。